こんにちは。自閉症子育てママのいくこです。このチャンネルでは自閉症こうちゃんの日常や超ネガティブでダメダメだった私がこうちゃんの子育てなどによっていろいろな失敗や経験を繰り返してきた中で180度変わって人生がとても明るくなってきた経験を誰かの役に立つといいなと思って発信しています。何をしたらいいのかわからないママ、現状を変えたいママはチャンネル登録お願いします。今日は毎日うちの息子のこうちゃんがやっているお手伝い表の取り組みについてお話をしようかなと思います。はい、まずきっかけなんですが、特別支援学校の高等部に入った時に中学部まで行っていた放課後デイサービスをもうそこで終わって、高等部からは違うデイサービスを使おうと思って事業所を変わったんですね。でそちらはその先に就労移行っていう支援もついていたので、もしかしたらそのまま何か使えるのかなとかねと思ったりもして、そちらに変わって、そこでこのお手伝い表をもらったのがきっかけです。ちょっと私がこの今ちょっと変えちゃったんですけど、まあもともとこういうような用紙をいただいたのがきっかけです。でいつからやってるのっていうのはもうその放課後デイサービスでもらった時点から始めたんですけど、今20もうすぐ2歳なので15、6歳から始めてますので、8年とかですかねぐらいやってます。まあなぜやってるのっていうところなんですけど、もともと私がその特別支援学校に入れた時も、その先やっぱりできるなら就職できたらいいなとか思ってたんですよね。でその取り組みとして支援学校の、まあ、先生に聞いたんですよ。うちの子が就職するために何か今のうちにやっておけることってないですかっていうふうに。やっぱりその自閉症とか発達障害とか特に知的障害があったりすると、普通の子にはなんかこれやりなよって言ってすぐできるものでも時間がかかるんですよ。簡単じゃないっていうか、もう一回教えただけでわかるっていうのがやっぱりなくて、教えたけどなんかずれててプラスで何か伝えたらできるようになったとか、そういうパターンが多いので1回では無理っていうのをもう分かってたので、ちょっと根気よくやらなければっていうところで、なので先に準備できることがあったらやりたいなと思って、で先生に聞いたら家のお手伝いをさせてくださいっていうふうに言われました。家のお手伝いでいいのとか思ったんですけど、そこがやっぱり深いところで、いろんな部分につながるんですね。今のその障害者の就職先っていうのが、それ自体が掃除だったり雑用だったりっていう部分が大きくて、そんなに知的障害のないような人なら普通の人と同じような仕事ができるかもしれないんですけど、やっぱり理解が薄い子だったりすると、同じ作業、単純作業とかになりがちで、企業さんもやっぱり障害者雇用っていうのをやらないといけないっていうね法律もあるので、何人いたら何人入れるみたいな法定雇用率っていうのも上がってきてるので、障害者の働く場所っていうのは増えてきてるとは思うんですけど、まだまだその知的障害のあるような子はやっぱり厳しいのかなっていう面が大きくて、でも私も少しでも世の中の役に立つ子にしたいなっていう
気持ちがあるので、何かできることはないかと思って、このお手伝い表を使ってお手伝いをやらせて、自立の練習と得意不得意を見つけるっていうところも使えるなっていうところでやっています。どうやってるのってところなんですけど、ちょっと先月の9月のお手伝い表を参考に見てみましょう。これ見てもらうと分かるんですけど、やることがあって金額10円っていう風で、でなんか丸とか小の字とか書いてあるんですけど、その丸の金額を、丸の数を数えて、ここに10円かける段階みたいな感じですねっていう風につけていってもらっています。この表を毎日書いて、半月ですね、半月で半月の合計書いて、また半月で半月の合計書いて、最後足してその月の合計になるっていう形で自分で計算します。自分で書きます。そして私に月末にこの表を渡すことによって、お小遣いというかお給料を渡すっていうことにしてやっています。よく聞かれるのが、お金は何に使ってるのっていう質問が結構いっぱい来て、でこのお小遣いはもう純粋にこうちゃんのお小遣いとして、好きなことをやるために使っていいよっていう風にしています。特になんか普段食べるお菓子を買うためにとかではなくて、よくですね、遊びに使うお金として渡してる感覚です。なのでゲームセンターに週末行ったりして、そういう時に使ったり、あとはなんか好きなおもちゃが売ってるの見つけたり、ネットで見たり YouTube で見たりしてると思うんですけど、そういうので見つけた面白そうなおもちゃを買うために使っています。でお手伝いの内容なんですけど、何をやってるのっていうところをよく、それもよく聞かれるんですけど、そうですね、食器洗いとか、洗って拭いてしまうまでやるんですけど、あとお風呂掃除、ゴミ捨て、ゴミ捨てる前にゴミをまとめたり、あと掃除も吐いたり、絨毯コロコロしたりしてます。洗濯関係はタオルとか布巾、バスタオルを畳んでくれます。服とか下着とかそういうのはなんか嫌いなのか、まだ難しいのか、私も教えてないっていうところもあってかな、なんかタオルを畳むのが自分の仕事みたいな今感覚なので、そっちはやってくれないんですけど、タオルを畳んでくれます。あとは電気つけたり消したりとか、ペット、うち犬と猫がいるんですけど、の餌をあげたり、お水をあげたり、あとは庭に、犬はね散歩行くのがめんどくさいんで私が庭が逃げれないようになってるので、庭に放してドッグランみたいにちょっと犬出してみたいな感じで出すのをお手伝いしてもらってます。と簡単なのはカーテン、夜になったらカーテン閉めるとか、朝を開けるとか、そういうところもやってもらってます。と料理を、夜のねご飯とか作ったものをもうテーブルに運んでもらったり、その食べ終わったのをまたキッチンに持ってってもらったりとかしてもらってます。あとは料理の手伝いで、とんかつの衣をつけるの手伝ってもらったりとか、そうだな、大根おろししてもらったり、きゅうりスライスしてもらったりとか、簡単なものをやってもらってます。 あと炊ご飯も炊いてくれるので、お米といで、お水自分で測って、なんなら今日何合炊くみたいなのをまあまあ聞かれて、今までも毎回聞かれてたんですけど、最近はもうだいたい毎日これだな2合ぐらいとかって
ていう感じで紅茶炊いてもらって、なんか お兄ちゃんたちが帰ってきたりするときはちょっと多めに炊くので今日南郷お願いしますって言って言うと、それに合わせてちゃんと炊いてくれます。あとはあのキッチンの掃除、なんかシュシュシュって洗剤入れて拭いてくれたり、あのラジエントヒーターの上も油取るように拭いてくれたりしてくれます。あと買い物の時に一緒に行ってくれて荷物運んでくれたり、あの買い物買ってレジで私が精算してる時にもうなんていうの、店員さんがちゃんと全部入れ終わったら私お金払うだけじゃないですか。その間にもうカゴ持ってあのエコバッグにその間に詰めてくれてます。で帰ってくるとそれの中で、まあ、生ものとかありますよね、お肉とか、そういうのはお肉はここに入れるとか野菜はここに入れるっていうのは教えてあるので、それいいところに入れていってくれます。あとはなんか簡単なっていうかちょっとお手伝いさんっぽいんですけどあのコーヒーを入れてって言ったら入れてくれたり、あのあれですよ、バリスタとかですよ、押すだけですよってだけどやってくれたり、あとそうだな、パパがビールとか飲むんですけど、その時に帰ってきたらなんかね、本来私があなたお疲れ様でビール出したりとかするのがね、まあ、夫婦の感じかなと思うんですけど、こうちゃんが早くビールを私に行きたいみたいな感じで、あの冷蔵庫の前でパパはいつ座るんだって飲み計らって、パパ座りました、じゃあビール冷えたやつをパパどうぞっていう感じで渡すみたいな、そのビールを運んだりします。あとはあの麦茶っていうかウーロン茶なんですけど、うちあの水筒に入れるお茶を作ってくれたり、まあ、それを普段も飲んだりするのでお茶を作ったりしてくれます。あとはタオルを変えたり、トイレのタオルとかキッチンのタオルとか家中のかかってるやつを毎日変えてくれます。あとトイレットペーパーの補充もしてくれます。だからだいたいちゃんと1個あってもう1個予備がセットしてあるみたいな感じで、うん、やってくれます。あとはティッシュもね、今とかにティッシュあるんですけど普通に使う、ああいうのもなくなったら持ってきてくれます。そうだな、あとペットボトルをすすいで資源のとこに分別してくれたり、缶とかもそのパパが飲んだビールとかもすすいで分別しておいてくれます。こんな感じかな。あとはそうですね、洗濯が私あの外に干せないのでまあ理由はいろいろあるんですけど、もともと花粉症で干したら大変だったっていうところもあったりして、あの乾燥機じゃないと無理ってなって乾燥機を使うようになって、で乾燥機に洗濯物が入ってるのでそれを出して切ってくれたりとかします。その一回失敗したことがあって、あの洗濯機がある日壊れちゃって、あの脱水がうまくできなかった時があるんですよね。その時にあのこうちゃんに洗濯機のものを乾燥機に入れるってことをやってもらってたんですけど、それをびちょびちょのまま入れちゃって、なんか乾燥機もおかしなことになっちゃってっていうことがあって、なんかその洗濯をするとか乾燥機に入れるとかいうのはあのまあ乾燥機しちゃいけないものもあるじゃないですか、服によっては、うん、その辺はちょっと見極めるのが大変なので、そこは私がやるようになってます。まあなんか思いついたことはそれぐらいなんですけど、多分他にもなんかやってくれてると思うんですけど、そういう細かい家事とかをいっぱいやってくれてます。次はお手伝い表の書き方なんですが、このお手伝い表にまあ名前とか書いたりして、何月目標いくら、今月のお手伝いで頑張ること、
お給料何に使いたいですかっていうところを書いて、あとはお手伝い内容を書いて、金額を書いて、何回やったみたいな書いて、でまあね、こうちゃんのは何回でもやっちゃった場合は丸で囲んだり、何十丸とかにしたりして回数増やすんですけど、まあ、ちっちゃい子の場合とかだったら簡単なことを何個か、1個でも2個でもいいんですけど、こうシール貼ったりとか、そういうのもありかなって思ったりします。やり方はいろいろそれぞれ考えてもらっていいかなと思います。で、さっきも言ったんですけど、この1日ごとに合計を出して、で、ずっと書いていって、ここを足し算していけばいいですよね。で、ここに書きます、何回いくらっていうふうに。これを半月ごとに分けてやってもいいし、まあここはね、ここは最後にまとめてやってもいいんですけど、月にやってもらえばいいんじゃないかなって思います。あ、そうだ、あと目標を書いてます。ここにこうちゃんの今月の、これ9月ですけど、目標はたくさん、なんだ、たくさんやって終わるようにする、6000を目指して計算するって書いてあります。でもだいたい6000から7000弱ぐらいですね。ね、9月6700円でしたので、うん、それぐらいの金額が一般的かな、回数的にそうなのかなっていう感じがします。あとはお給料何使いたいですかっていうのもここに書いてあるんですけど、ペイペイ、ミスタードーナツ、マック、イオンモール、マリオカート8、メダルゲーム、ニンテンドースイッチ、ライト、リングコン、ゴーバケーション、アダプタ、ゲーセンって書いてあります。こういうのが欲しいっていうか、やりたいことをここに書いて目標にしています。で、これを使いたいから頑張るっていうことで毎日頑張れてるんだと思います。で、これをやりたいことを叶えてあげるっていうのも大事で、うん、で、うちはこれゲーセン好きなので、週末に、だいたい土曜日ですね、にゲーセンに連れて行って、一緒に UFO キャッチャーやったり、うん、なんかメダルゲームやってる間はもう今は特にずっと一緒にいなくて、だいたいイオンに行くことが多いので、こうちゃんがメダルやり始めたら、うちらはちょっとフラフラ、いろんなウィンドウショッピングじゃないけど行ったり、なんかお茶でも飲むみたいな時間にしています。で、なんかメダルなくなっちゃったら電話してって言うと、なくなりましたって LINE が来たりするので、じゃあ帰ろっかって言って帰ったり、そんな感じで目標達成のお手伝いもしています。で、買いたいものがあったら、それもこれが欲しいってなれば、なんか見せてくれるんですよ、このスマホとかチラシとかで、これが気になるみたいなで言うと、じゃあこれは買いに行くって言って、おもちゃ屋さんに行ったり、その売ってるところに行ったりして、買えるように願いを叶えてあげてます。で、達成するのでまたやりたい、やるためには欲しいものを手に入れるためにはお金を稼がなきゃいけないっていう、もう思考に変わっているので、もう日々のお手伝いを全然できるようになっています。あと、なんかすごいねって言われるんですけど、持続しているこの継続力っていうのをですね、やっぱり今の目標を立てて、それを叶えているっていうところが結構重要かなって思います。あと、自閉症の特性として、同じことをやるのが得意っていうか、ルーティン好きっていうところもあって、うん、それもちょっと利用しちゃってる部分もあります。あと、
ボーナス上げてとかいうなんかコメントとかよくいただくんですけど、それに関してはとりあえずこの表通りにしか今は上げてないんですけど、例えばおばあちゃん家とかに行ってご飯食べたりとかする時に、おばあちゃん家で食べたご飯の食器の片付けとかをもう頑張ってやってくれたりすると、なんかおばあちゃんたちがありがとうって言ってちょっと1000円くれたりとかしてるので、それでボーナスでいいかなとかダメかな、でも、そんな感じでしています。あとはお年玉とかももらったりするので、それもボーナスでいいかなっていう感覚です。なんか多分これにプラス何かあげてしまうともらえるもんだみたいになっちゃって、それはそれでまたねもらえなくなった時に嫌な気持ちになるじゃないですか、だから私はあえてあげずに、まあでも本当に必要とかない、お小遣いないけどやっぱり欲しいっていう強い思いがあったりするものとか高いゲームとか、そういうものは、まあ、親もいいかなって思う時は一緒に遊ぶならいいかなっていう時は一緒に買ってあげたり、買ってあげたりというか、まあ、親が買ったりとかすることもあります。だから本当に純粋にこうちゃん欲しいものを買えるようなお金としてこのお手伝いのお小遣いを使えるってことですね。で、あとは事業所でも一応作業して工賃もいただいているので、そちらもあるので、この6000円とか7000円じゃゲーセン行ったらね、2週間ぐらい行ったらなくなりますよそれはなのでそういう時は工賃を銀行から下ろしてそれも使ったりします。で、その銀行から下ろすのも最近はちょっと ATM の練習をし始めて、自分で通帳入れてカード入れて暗証番号入れて金額入れての練習を、まあ、ぼちぼちし始めています。まだその金額的な問題がちょっと理解できてないかなって思うけど、まあ常識の範囲内で下ろすっていうことでやってます。最後にお手伝い表を使って良かったことは何かっていうと、もう何にしても一番は私の家事の負担が減って助かっているっていうところです。本当にありがたいです、そのおかげで私は自分のやりたいことに使う時間ができたので、ああ早く教えといてよかったっていう今になるとそんな気持ちです。で、あとはこうちゃんにお小遣いができたっていうことですね。なんか何もしないで、YouTube 見てダラダラお菓子食べてゴロゴロしてっていう子になんかお小遣いあげるだけってなんかうーんって感じで、もともとうちの考えっていうのがまあ自分もだったんですけど、そのお小遣いをもらうっていう時に毎月いくらいくら渡しますみたいなんじゃなくて、このお友達とどこどこに行って何々をするからお小遣いください、だいたいこれぐらいくださいっていう風に言ってもらうパターンが多かったんです。で、それを自分の上の子たちにもそれをやって、そうするとその子供たちが一体何をしているのかっていうのが、まあ、大体分かってくるわけですよ。見えてくるので、そういうお小遣いの渡し方をしていたんですね。もちろんそのあまりにも遊びすぎたりとかはあれですけど、そういうのをだからなくって、結局でもちろんそのもらったお小遣いを自由に残ったら好きに使ってもいいんですけど、なんか内緒のお金がないような状態にしておきたいなと思って、そういう風に渡してました。で、あともう本当にいいのがこうちゃんのやることやできることが増えたっていう部分で良かったです。
それとその得意不得意がやっぱり見えてきたっていうところで、細かい状況判断してやるとかっていうのはやっぱり難しいのかなと思ったりもするけど、毎日決まったコツコツやることや、その言われた通りにやるっていうところも、まあことによってですけど、ちゃんとできるようになってきたので、よかったなって思います。でうちはまだなんですけど、就職できるかな、したいなっていう時のやっぱり作業のヒントになるので、その食器洗いはいいかなとか、掃除は適当にやってるとこあるなとか、そういうところも見極めれるので参考になるかなと思って、やってよかったなって思います。あとこの書くこと、表を書くことで字を書いたり計算したりっていう部分で、毎日っていうかね、この毎月の訓練みたいな感じで勉強の一部というかな、になってるかなとは思ったりもします。計算も暗算だとちょっと厳しいところもあると思うので、電卓を使ってるので、電卓の使い方も足し算引き算ぐらいだったらできるようになってますので、それも役に立ってるかなって思います。でこの10円を20円とか100円とかにしちゃうと、また計算がややこしくなるので、10円にしてるっていうところもあります。とにかく親子が両方とも、まあ、得をしているウィンウィンな状態っていうところもいいなって思ってます。あとはそのもう本当にありがとうをお互い言えるっていうのが本当にいいと思っていて、私もやってくれてありがとうだし、なぜかこうちゃんもありがとうって言ってくれるし、だからやっぱつられるっていうのかな、ありがとうの言葉の言霊というか波動もいい波動なので、家の中で飛び交うその言葉っていうのは家の中の雰囲気も良くするので、それもいいことだなって思います。でこのお手伝いをすることで、いろいろ会話をしたり聞いたり聞かれたりとか、そういうコミュニケーションの手段っていうところもあるので、そういうコミュニケーションっていう部分でもやっぱり回数が増えるので、言葉でのやり取りとかっていうのが、まあ今ね現代なかなか喋ったりすることも少なくなりがちなんですけど、そういうところも増やせるのでいいなって思ってます。やっぱり子供もママが笑顔でニコニコして喜んでるって思うと嬉しいと思うので、そのために一生懸命やってくれてるのかなって思ったりするので、子供も喜ぶ、ママも喜ぶっていう取り組みなので、このお手伝い表っていうのはなんかただ単にお小遣いをあげるっていうことだけではなくて、いろんな部分で子供の成長や親のまた気づきなどにもなったりするので、いいことだなって思います。本当に障害者とか健常者とか関わらず、ちっちゃい頃からこういうことをやっていると、まあ親子の絆も深まったりするし、子どものできることも増えたりするので、ぜひぜひ誰にでも取り組んでほしいなって思います。でちょっと昔のお手伝い表がいっぱい出てきたので、こんな感じで、もうこんな、まあ、これでも一部なんですけど、本当に毎月毎月もうこうか、このねずーっと昔からほんとに もう何年もこんな感じでやっています、大変じゃんって思うかもしれないんですけど、大変なのは最初だけで、いつかあのルーティン化してしまえば、お互いルーティン化してしまえばこっちのものっていう感じなので、特に知的とかある子とかだったら、まあその重い子は難しいかもしれないんですけど、でも
その子なりにできることで全然いいと思うので、うん、だから例えば重くて全然何もできないけどっていう子は、そのいろいろやらなくてもいいけど1回100円とかにしてあげたりすればだいぶお小遣いもあげれるし、そしたら欲しいものも買えるだろうし、それはやっぱり家庭のその事情とか経済状況のことを考えてそれぞれやればいいと思うので、うちはたまたまこういう感じでこれぐらい渡してもいいなって思ってるのでそうやってやってるんですけど、そこはママたちが計算してあの単価を決めるのは全然いいなって思うので、そういうやり方もありじゃないかなって思ったりします。でこの決断表よく欲しいですって言われるんですけど、あの全然プレゼントしています。あの私の公式 LINE に登録していただくと特典の中についていますので、ぜひダウンロードして印刷して使ってみてください。ちょっと参考にしてもらって、自分流でお母さんが作るのも全然ありだと思うので、可愛い、私はこういうちょっと働くぞみたいな感じの絵をつけたりしてるんですけど、もっとねあのキャラクター入れてみたりとか、そのお子さんが気に入るようなものでやったら目を引いて頑張ってくれるかもしれないし、うん、なんかいろんなパターンで作ってやってみたらいいんじゃないかなって思ったりもします。もしこれで良ければ、あの私はこれは事業所のやつを参考に自分でちょっと、うん、変えて作っただけなので、うん、これで良ければもらってってください。はい、今回は自閉症の息子と私も成長させてくれたお手伝い表の取り組みについてお話ししました。最後までご視聴ありがとうございました。また他の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバーイ。